はいどうもミニマリストたけるです。本日の動画ではこちらのお部屋のルームツアーを撮っていきたいと思います。それでは自己紹介お願いします。はい、ライフコーチとして活動しております青木裕次郎と申します。よろしくお願いします。はい、家族構成としては、私と妻と、はい、2歳になる息子と、うん、あとは愛犬1匹の4人家族になります。うん、はい、ということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でもざっとお部屋ちょっと見させてもらったんですけど、めちゃくちゃシンプルで、で僕のことも結構前からご存知のようで、はい、3年前ぐらい。そうですね、3年前ぐらいから、はい、ということですね。ありがとうございます。はい、まあ、そんな青木さんのルームツアーを撮っていきたいと思うんですけど、お部屋の広さと間取りを教えていただいてもよろしいですか？はい、広さが、はい、66平米で、うん、3LDK のマンション一室になります。と、はい、いうことですね。はい、で今ではめちゃくちゃすっきりしたお部屋ですけど、前からですか？もともとそんなにたくさん物がある方ではなかったんですけど、うん、まあ、今ほどすっきりとした、まあ、理想の空間ではなかったですね。ってことですね。結構こちらは長いんですか、うん、お住まいになって？ここはちょうど2年くらいですね。2年ぐらい、うん、はい、で、まあ、徐々に物も減っていったみたいな感じですか？あ、そうですそうです。ってことですね。で、はい、あとなんか奥さんがちょっと物多めだったっていうお話を聞いたんですけど。そうですね、そう、妻はもうミニマリストならぬ散らかリストみたいな感じで、もともとすごく学生時代とか一人暮らしの時とか、はいはい、あと実家にいた時とか、うん、物が多くて、はい、それはもうご主人さんの影響でみたいな感じなんですか？あ、そうですね、たけるさんから僕が影響を受けて、はいはい、僕から妻が影響を受けたって感じですね。ってことですね。いや、はい、本当キッチン周りもめちゃくちゃすっきりしてますし、個人的にクローゼットもすごいなんか思った以上に物が少なくて、いいなと思ったんですけど、まあ、ご家族でなんかミニマルライフを追求してるっていう感じですか？そうですね、今はもうそうです。ってことですね。ありがとうございます。はい、で、まあ、ルームツアーしていくんですけども、なんかこの辺見てほしいっていうか、まあ、こだわりポイントとかはあったりとかはしますか？そうですね、さっきおっしゃっていただいたキッチン周りもそうですし、はい、あとは間取りとして、その自分の作業空間と、あとは家族との、家族で過ごせる共有スペースが、うん、まあ、広く取れてるっていう部分で、うんうん、そういう部分を見ていただきたいのと、あとはさっき言った僕の作業スペースだったり、まあ、玄関周りとか、その辺見ていただきたいなと思います。うん、はい、ということで、ぜひ視聴者の皆さんも楽しんでいただけたらと思います。ではルームツアーしていきたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。では、こちらがリビングルームということで、リビングルームのなんかこだわりポイントとかお気に入りアイテムとかはあったりとかはしますか？こだわりとしては、うんうん、一応まあ照明はこだわってるっていうところですかね。なるほど、はい、そう、個人的にすごいこの照明おしゃれだなと思って、はい、これは、はい、そうなんですよね。どういうこだわりが、ね、はい、うん、こだわり、照明を選ぶときに、うんうん、まあ、まずこのシャンデリアタイプのものは選びたかったんですけど、なんか他どうしようかなって考えた時に、はい、なんかシャンデリア2つもちょっとうるさいかなと思って。あ、なるほど、うん、でそれでちょっとこの変わった形の買ったんですよね。へえ、いいですね、うん、そう、おしゃれ、明るいで暖色系ですもんね。ちょっとオレンジがかった、全部暖色系にして、でこっちはもうちょっとコスパ悪いんですけど、白熱電球にして、あ、へえ、うん、なるほど、でちょっと明るくしてみたいな感じです。そうですそうです。いいですね、はいはい、照明にはじゃあこだわったっていうところで、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。基本はもう青木さんは どっちで過ごすことが多いんですか？ソファーとこちらのテーブルと、はい、もうここは食事だけですね。あ、へえ、あ、そうなんですね、うん、ほうほうほう、であとはまあこっちに来たりっていう感じかなってことですね、はい、すごいソファーもね、いい感じ、てか色がすごいシンプルですよね、うん、なんか落ち着いた感じで、はい、グレートーンで植物もあってみたいな、はいはい、偽物なんですそうなんですねえ、植物の置きたかったなんか理由とかはあるんですか？いや、これね、奥さんチョイスですか？そうですね、特に良かったんですけど、こっちはあんまり意味がなくて、はいお、はい、こっちは意味があるんですよ、はあ、あ、そうなんですね、うん、これも偽物ですか？これも偽物です。これは、はい、このコンセントを隠したかったんですよ。あ、なるほど、そういうことですね、うん、ちょっとね、コンセントは結構テーマとして、コンセントはできる限り見えないようにするところで、ちょっとだけこのテレビ台が足りなかったんで、はいはいはい、これで、ね、なるほど、これいいですね、植物で隠して、でグリーンも映えるしみたいな、そうそうそう、へえ、なるほどなるほど、そういうことですね、はい、本物の植物にした方がちょっとね、はいはい、二酸化炭素吸ってくれると思うんですけど、でもちょっと、はい、水やりの手間が、確かに大変ですからね、枯れたりとか虫とか、そう、はい、なるほどなるほど、ということでありがとうございます。ちなみになんかすごいテレビ台周り、テレビ周りとかも結構なんかこだわってるみたいで、そうですね、はい、テレビ台はテレビ台の中あんまりしまうものなかったんで、お、なるほど、そう、もっと、まず右側からこれなんかね、はい、ちょっとテレビ台見つかわしくないかもしれないですけど、このおむつが入ってるんですよね。なぜここなんですか？はい、なんか元々この辺に箱を買って、はい、
ってそこに入れてたんですけど、はいはいはい、まずそこの箱に子供が乗って壊しちゃうっていうのもあったし、でそれでなんかリビングからあんまり遠くない場所でどっかおむつしまえる場所ないかなと思った時に、はい、ここ空いてるなと思ってなるほど、はい、例えばよくあるのがなんか DVD、CD とか、 なんか、ゲーム機とか、 なんかよくしまってるご家庭ありますけど、うんはい、青木さんのご家庭はそういうのはないんですか？あ、そうですね、はい、ゲームはまずないですね。ゲームはなくて DVD は僕は一個も持ってないんですけど、はいはい、妻がね DVD いっぱい持ってるんですよ。あ、そうなんです。あ、こっちに収納してあるんですね。全部嵐なんですけど。あ、なるほど、嵐が好きなんですねそうそうそう、なるほど。嵐のうちわとかね、こっちに収納してるんですね。奥さんの、はい、趣味グッズ的な。そうです、ここは ほぼ妻のコーナーですね。なるほどなるほど、うん、ってことですね。そしてまた面白いのがお子さんのおもちゃがここにまた収納されてそうなんですよね、はい、かわいいですね。子供の、うん、おもちゃもここに収納して、はい、まあんまり出しっぱなしにしないようにして。ああ、なるほど、うん、なんかお部屋全体見させてもらいますけどあんまりお子さんのおもちゃも多くないですよね、うん、そうですね、ここともう一個向こうにも、はい、はいはいはい、うん、なんか増えやすいと思うんですけど、はい、お子さんのおもちゃってなんかそこら辺どうされてるんですか？あ、そうですね、はい、まだだだこねる時期じゃないっていうのと2歳だから、あとはおもちゃもできる限り次買いたいものがあったらなんか減らせないかっていうところでちょっとローテーションしていく感じ。へえ、なるほど、はいはい、子供のおもちゃとか洋服はそういう感じでちょっとローテーションするようにしてます。でなるべく増やさないようにっていう。あ、そうそうそう、ってことですね。ありがとうございます、はい、女の子ですか男の子？あ、男の子なんですよ。あ、なるほど、はい、でこのかっこいい車があるわけですねそうそう、はい、これおばあちゃんからのプレゼントですか？そうそうそう、なるほど、いいですね、素敵ですね。はい、ちなみにインテリアとかってこだわったりとかはしましたか？こちらのお部屋入居するときとか。ですね、はい、まず結論から言うと、はい、自分で揃えたのもあるんですけど、はい、買うときにモデルルームそのまま買ったんですよ。あ、へー、うん、なるほど。だから結構ついてたものが多くてソファーとかこのダイニングとか、はいはいはい、うん、なのでもともとどちらかというと、はい、捨ててきた感じです、ね、あ、なるほど、うん、今まで持てたものを手放してモデルルームのちょっと参考にしながらあったものを取り入れてみたいな。そうです。へえ、なるほど、はい、すごいおしゃれですよね。ありがとうございます、はい、でカーテンとかも白ですもんね、うん、ちょっとベージュっぽい、ちょっと若干ちょっと若干ベージュっぽいですね、はい、そうですよね。これもあれですか、もともとついてたやつですか？買われた？ここはついてました。あ、へえ、うん、なるほど、すごいですね、うん、はい、ちなみに昔例えばリビングルームにあったけど例えば、ご主人さんも奥さんも含めてなんか手放したものとかなくしてよかったものとかあったりとかはしましたか、リビングとかで？リビングだと、はい、何かな、リビングだと結構前からリビングはすっきりしてた感じですか？多かったのが今と比べて、はい、はい、変化点としては、うん、洋服類とか靴類とかが多かったんで。あ、へえ、あ、そうなんですね。そうそうそう、なるほどなるほど、うん、まあ、リビングは意外とね他のミニマリストの人に比べるとソファーもあるし、はい、テレビもあるしっていう感じで、はい、でも本当ご家族でくつろぐみたいな空間ですよね、うん、きっと。そうですそうです、はい、重視されてるのは、うん、はい、ということでありがとうございます、はい、ではじゃあ続いてちょっと横、このスペースは何ですか？このスペースは、はい、どちらかというと、はい、ワンちゃんスペースですね。あ、なるほど、うん、はい、先ほどもねちょっと今お出かけ中ですけど、うん、ワンちゃんが一匹いらっしゃるということで、はい、こういうちょっと居住空間から見えない場所にまずおしっこ、トイレスペースを置いて、であとは、はい、ワンちゃんのトイレのスペアとか結構場所取りがちなんですけど、こういう、うん、めっちゃ整理整頓されてますねありがとうございます、ちょっと箱に入れたりして、はいはいはい、うん、できる限りストックまとめ買いするとお得だから、たくさん買いがちなんですけど、はい、そこ数十円よりもどちらかというとストックは最低限にしてすっきりした暮らしをっていうところは一応意識してますってことですね、うん、でこれワンちゃんの遊び道具ですか？ボール？あ、これはお子さん用ですか？子供の。あ、なるほど、そういうことですね、うん、はい、で上の方になんか、うん、ヨガマットですか？あ、これ妻がするヨガ。奥さんの、うん、僕はしないですけど、あと子供の椅子、はい、あ、なるほど、うん、へえ、でその横には何があるんですか？あ、これアイロン台とか、掃除機か、はいはいはい、この中にちょっと今ちょっと出かけてるんであれですけど、うん、おやつ入れたり、あと犬のちょっと雑巾入れたり、うんうん、おしっこの消臭とかですかね。なんか本当ね、犬とか猫を飼ってるご家庭ってやっぱそれこそなんか掃除とかおむつとか、うんうんうん、なんか遊び道具とか結構あるイメージですが、そこもやっぱ最小限に抑えてっていう感じで、そうリードとか、はいはい、あと首輪とか、うん、そういうのも結構犬可愛いから、はい、集めがちなんですけど、そうですね、はい、うちは1個にして、まあ、犬
ね可愛いから洋服とか犬とか集めたくなるんですけど、はい、やっぱ主役はね犬なんで。なるほど、うん、そこはちょっとやっぱ減らしてみたいな。そうそうそう、なるほど、そういうことですね、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そしたらじゃあそのまま奥の方に、はい、はい、行きまして、こちらは何スペースですか？これは、一応僕の作業スペース、書斎スペースになってて、あとは妻のものを置いたりしてるスペースっていう感じですね。なるほど、はい、そう、なんかお写真をちょっと事前に送っていただいたんですけど、うん、めちゃくちゃアイテムこだわってるじゃないですか、はいはい、これはもともとお持ちだったんですか？それは物減らしてからブラッシュアップさせたみたいな感じなんですか？あ、これは結構長年持ってて、はい、ブラッシュアップさせていった時に、はい、残ったものですね。あ、なるほど、はい、なんかちょっとこの辺僕本当興味あって。 ありがとうございますなんかお気に入りアイテムとかなんかご紹介していただけたら嬉しいんですけど。そうですね、もう、はい、お気に入りしか残してなくて。なるほど。靴類と衣類以外は全部ここに置いてあるんですよ、はい、僕のもの。だからここで全部なんですよ、僕のものは。なるほど、だいぶじゃあ少ないですね。だいぶ少ないです。おー、すごい、だいぶ減ったわけですね。はい、はい、じゃあそしたらじゃあテーブルの上のものからちょっと見させてもらいたいんですけど。 ありがとうございます、はい、まずまあ時計と、はい、あとは地球儀と、あとはこれペン、はい、僕が持ってる唯一のペン、万年筆なんですけど、とあとはこれ万年筆ケース、はいはい、とあとは手帳ですね、システム手帳。へえ、うん、地球儀があるのは何か理由あるんですか？あのね、これは置きたかったんですよ、もともと10年くらい前から。はいはい、なんか僕の書斎、はい、僕社会人になってからちょうど10年くらいなんですけど、はい、なんか社会人成り立ての時に、うん、なんか理想の書斎をイメージしてたんですよ、はいはい、そこにアンティークの地球儀がどうしても必須だったんですよ。へー、なるほど。あ、でも気持ちすごい分かります。分かりますか？はい、そう、なんか置いてあるイメージありますよね、なんかすごい洗練された書斎って。そう、だからなんか10年くらい経ってちょうどその自分がイメージしてた理想の書斎が今出来上がったって感じで。へー、なるほど、うん、すごいですね。でペンも万年筆なんですね。そうなんですよ、はい、ペンも万年筆で。なんかそれなんか理由はあるんですか？やっぱりなんか理想の書斎で書き物してる時ってやっぱ万年筆な気がするんですよ、ね、ああ、なるほど、うん、へえ。なんかかっこいいボールペンを買おうとしたんですけど、うんうん、10年くらい前に、うんうんうん、かっこいいボールペン買おうとした時にあんま見つからなくて、でなんかちょうど文房具屋さん見てる時に、あ、万年筆かっこいいなと思って。でこれもそう、なんかあの薬杉の万年筆なんですけど、ほうほうほう、うん、これもなんかいろいろいろんなお店見て、はい、自分はこの木目が好きだっていうのをこだわり抜いて、お、うん、すごい素敵ですね。なんかもうデスクの色もそうだし、手帳との色もねすごいマッチして。 ありがとうございます。でその右のちょっとちっちゃめの手帳はなんかどういうことを書くんですか？あ、これはもう、はい、自分がもう出先で書きたいことを、はい、家ではあんまり使わなくて、家ではノートを使うんで、うん、なるほど、出先で気になったこととか、うん、アイディアとかそういうのを書き留めたりするときに使います、ね、メモ帳で。メモ帳、へえ、うん、カバーとセットなんですか？あ、これねカバーと同じ、はい、メーカーなんですけど、うん、うん、別売りです。おしゃれですね、はい、ありがとうございます。そこはすごいやっぱこだわりたかったって感じなんですね。そうなんですよ、理想の、うん、はい、これもね探し求めてたなんか手帳で、うん、はい、なんかもういろんなところに電話して、はい、最後の1個があったんですよ、この、うん、このね、はい、コード版の手帳で、でなおかつこのなんか、はい、木目みたいな感じになってるじゃないですか。あ、はい、確かに。そう、このデザインが欲しくて、いろんなところに全国に電話して。すごいですね、近くにあったんですよ。すごい、そこまでしてやっぱ手に入れたかったっていう。そうなんですよ。へ、それこそなんかデスク周りもめちゃくちゃスッキリしてるじゃないですか、うんうん、それはなんかこだわりとかはあるんですか？物少なくしたというか、うん、少ないデスク感そうというか、やっぱり特に最近僕も独立してここで仕事してるんで、はい、やっぱり自分がやっぱりアイディアとか出したり、うん、思考整理したりするときに、うん、やっぱ周りが整理されてないと思考整理されないじゃないですか、はいはいはい、そこが一番自分の中でこだわりポイントで。なるほど。でなおかつ何もなくすこともできるんですよ。これも地球儀とかいらないじゃないですか、まあ、はい、うん、だけどなんか何もない空間よりも、まあ、自分にとってはディズニーランドにしたかったんですよ。おー、いいですね、はい、そう、なんか何もない、あそこも何もない空間だったらただの埋め立て地じゃないですか、はい、舞浜の、はい、はい、だけどちょっと自分の中で、まあ、アトラクションじゃないけど自分の中でなんか好きなものを出しておくことでなんかここに座りたくなっておのずと仕事したくなるんですよね。あ、なるほど。でモチベーションも上がるし、はい、集中力も高まってみたいな。そうそうそう。へえ、なるほど、はい、じゃあだいぶ変わったわけですね、そのデスク環境を整えていて、うん、お仕事の取り組み方とかモチベーションとか。あ、そうですそうです。へえ、いいですね、すごい素敵、はいはい、そしたらじゃあちょっと引き出しの中とかも見ていっても大丈夫ですか？ ありがとうございます。冗談はよく使うものというか、へえ、うん、奥の方からこの謎のアイテムたちは、うん、あ、ありがとうございます謎の、はい、これまず
下にまあパスポートなるほど、うん、入れてて、これは100均なんですけど、100均でこんなの売ってます？そう、100均なんですけど、この中にいろんなその普段その財布の中に入れとくものじゃないけど、はい、なんか診察券とか、はいはいはい、あとなんか保険証、そうそう、カードとか保険証とか財布に入れとくのは常には入れとかないけど、なるほど、っていうものを、カードケース、おしゃれですね、木の箱に入れて、そうなんですよ、はい、音もまたすごいいい感じで、そうそうそう、開け閉めのね、そうなんですよ、開け閉めの、ね、なるほど、100均で言ってたらすごいいいですね。そう、はい、でその右隣のこの木のやつは何ですか？これは印鑑ケースなんですよ。すごい、うん、こんなのあるんですね。そうなんですよ、印鑑ケースも僕できる限り自分の持ち物って、はい、木のものか、はい、革製のものにしてるんですよ。そうで、木にできると、財布とか木にできないじゃないですか。確かに、うん、はい、木にできるところは木にしようとしてて、それが1個その印鑑ケース。じゃあもうご本の中ではもう木が一番上に来て、うん、でそれがなかったら革みたいな。そうそうそう、その木と革にこだわる理由は何でなんですか？なんかやっぱり木ってなんか、はい、まあ、まず自然のものがいいっていうのと、はい、さっきのペンのところもそうなんですけど、うんうんうん、なんか木目が唯一無二じゃないですか。うん、確かに。そう、なんか唯一無二の出会い。へえ。物も人もなんか唯一無二の出会いを結構大事にしてて。ほうほうほう。そういう部分でなんか同じ既製品のも、まあ既製品というか同じなんかものよりも、うん、なんか木目とかもなんか、うん、なんだろう、一期一会を大事にしたいっていうところがあって。なるほど。うん、でなんか長く愛用してみたいな感じで。そうそう。長く愛用するとやっぱ木も皮もやっぱりその経年変化でより味が出てくるんで、うん、人間と一緒ですよね。なるほど。どんどん美化されて経年美化的な、すごい素敵ですね、はいはい、ありがとうございます。はい、でその右にあるのはこれもこれはあのこれはあれなんですよ、あの万年筆のカートリッジ。あ、へえ、なるほど、うん、はいはいはい、中のインクがなくなったら変えるみたいな。そう、万年筆だからすごいですね。めんどくさいんです。まあ確かにちょっとあのメンテナンスが大変って聞きますよね。はい、でもそこまでしてもやっぱ万年筆が良かったってことですもんね。そうなんですよ、はい、なるほど。メンテナンスが大あの面倒っていう部分では、うん、万年筆も機械式の時計も、うんうんうん、メンテナンスめんどくさいんですけど、うん、それくらい手かかる、はい、手かかる女の子の方が可愛いっていうじゃないですか。まあそうですね、はい、確かに確かに手かかるくらいの方が、はい、まあ、愛着というか、ね、愛着がね、愛情がっていうところですね。そうそうそう、はい、ありがとうございます、はい、そしたらじゃあまたこっちの方に行きまして、はいはい、この辺はどういうものなんですか？うん、これはまず下は、はい、あの長財布ですね。お、なるほど、うん、これまたすごいシンプルな。そう、これは今あんまり持ち歩かなくて、なんかあのカードも基本的にはもう携帯1個で出ていくんで、はい、カードもこの中入ってるんですけど、まあなんか例えばビジネスの時とかに、はい、なんかあの重要な時はこの長財布を持っていく。あとほらお祝儀とか急に出てくることあるじゃないですか、はい、だから一応診察もめっちゃこだわってますね。すごいですね。なるほど。できる限り必ず診察を持ち歩くようにして。なるほど、うん、すごいですね。なんかそれこそ僕もなんか昔金運とかお財布やっぱ綺麗にした方がいいとか、うんうん、なんか診察入れた方がいいとかっていうのはやったことあるんですけど、実際なんか青木さんのご自身なんか生活とか人生でなんか良かったこととかありますか？金運が上がったとかお仕事うまくいったとか。やっぱりまあ独立できたかもともつながってると思うし、あとやっぱお金やっぱこうやって大事にすると、やっぱりなんかお金だけじゃなくて物とか人とかもできる限り大事にしようっていう、なんかそこにつながってくるかなと思って。なるほどなるほど、うん、はい、反省。ちょっと僕は反省しましたね。いやいやいや、大事にしようと思って。いやいやいや、はい、いやすごいです。お財布も結構長いこと使われてるんですか？これもね、何年、うん、これ9年8年くらい使ってます。いやもう9年とか使ってる感じではないですけどね。すごいなんか綺麗な。そう、長財布にするとやっぱりお尻とかに入れないんで、うん、はいはいはい、うん、逆に入れちゃダメですね。そう、入れちゃうとあれなんで、はい、なるほど。そうするとやっぱお金、お財布も大事にできるし、で中のお金も大事にできるし。なるほど。いや、すごい素敵、感動ですね。ありがとうございます。はい、ではでは、じゃあ続いてこちらもお財布ですか？そう、これもね、あのこれ小銭入れとして買って。ああ、なるほど。小銭入れいろんなタイプあるじゃないですか。うんうんうん、なんですけど僕これにした理由が、はい、そのそれこそ基本的に最近スマートフォンだけで決済できるじゃないですか。だけど例えばお医者さん行く時とかって。はい、現金が必要な時とかあって、そうするとやっぱ小銭がこれ必要になってきて、あとは基本的にここにカードも入れて、携帯電話のあれにカードも入れてるんですけど、カードもちょっと多めに4枚くらい必要な時とかはここに入れて出かけるって感じですね。なるほど。いや、もうすごい全部革ですよね。そう、ここら辺スマホケースも全部革にして。そう、スマホケースももともとは
木だったんですよ、これにする前は。はいはいはい、なんですけど、なんかスマホだけで出かけることが多くなってきたから、はい、カードも入るようにしたくて。あ、へ、うん、手帳型のにしたって感じですか。あ、これ一回、はい、今ちょっとあれしてるんですけど、こんな感じで出かけてるんですよね。そう、すごい。これだったらまあ本当にスマホだけでも、まあ、もしあれだったらクレジットとかスマホ決済でも買い物できるし、うん、っていうことで。そうそう、だから2枚クレジットカード1枚 と、はい、キャッシュカード1枚だけ入れてって感じですね。なるほどってことですね、うん、いやすごいありがとうございます。で、まあ、ちょっとね動画外でもさっき来ましたけど、こちら紳士のノートも使われてるということで、うん、はい、そうなんですよ。このこだわりもちょっと教えてほしいです。そうなんですよ。まず、はい、やっぱ今ね、記録するだけだと、はい、やっぱ携帯電話、あのスマートフォンとか、うん、パソコンだけで十分なんですけど、はい、やっぱなんか自分の中で書くことにこだわりがあって、うん、やっぱりアイディア出しとか、うんうんうん、なんかその即興その場でいろいろ出したい時って手書いた方がいいんですよね、うん、それで A4 サイズもできる、はい、できれば大きいサイズの本、うん、あのノートですね、はい、で方眼タイプですか。そう、方眼タイプの方が、そう、なんかバランス取りやすくて自分の中で、うん、あ、そうなんですね。字の大きさ的にはその方眼に合わせて書くわけじゃないですよね。 あんまりね方眼いかないですよ。へ、うん、そう、結構大きめの字なんで。青ペンですか、もしかして青いインクですか。あ、青いインクの方が自然と入ってくるんですよね、はい、頭の中に。へ、うん、あ、そうなんですね。黒よりも。え、じゃあどんなことを書くんですか。アイディアとか、まあ、日々のあれですか、お仕事のこととかですか、うん、あとはそのトゥードゥをさらーっと書いちゃったり。なるほど。え、ちなみに書いたノートとかはどうされるんですか。これ書いたノートは全部スキャンするんですよ、はい、ほう、うん、スキャンですか、すごいですね。自分でしないんですよ。あ、はい、あの自炊代行っていうのがあって。あ、へー、うん、なるほど。これ一冊全部書き終えたら、はい、これ送るんですよ。ほうほうほう、自炊代行っていうところに。そしたら1000円2000円くらいで、うんうん、あのこれ全部スキャンにしてくれて、ーデータにしてくれるんで。なるほど。もう自分の中であのこれ増えないんですよ。あ、いいですね、うん、へえ、なるほど、うん、そっか。え、ちなみになんかノート書くようになってなんか良かったこととかありますか。お仕事にいい影響だったりとか、思考が整理されるとか。まず思考は整理されるし、あと夢を叶えるためには書いた方がいいって書いてあるんですよ、はいはい、僕もそういう本読んでて、うん、結構自分の中で書いてったんですよ。そしたら後で見返した時に、はい、本当にその夢叶ってるんですよ、ね。いやでも本当僕も分かります。なんかね、やっぱ書いてきて、はい、やっぱそういうのあるんですよね。いや本当に、なんかやっぱりなんか、あのタイピング、タップとかタイピングよりも、うんうん、なんかやっぱ書いてる方が、うん、そのなんか使う細胞数とかに合うのかな。はいはいはい、そうですね。それでなんか本当に潜在意識に、うん、あの落とし込めるというか、落とし込めて、うん、僕のセッションの中でも結構自分の仕事の中でもやっぱり自分自身がそういう風に目標とか夢を叶えてきたから、うん、自分のコーチングのセッションの中でも手書きは推奨してます、ね、うんうんうん、へえ、なるほど、うん、ってことですね。じゃあもうなるべく書いて、まあ、夢とかあと普段の仕事とか、うん、そういうのも書いてどんどん書いてってってことですね。そうです、そうです、はい、ありがとうございます、はい、っていう感じですね。一応椅子2脚あるのは奥様もここに座られるって感じなんですか。いや妻は全く座らないです。あ、そうなんですね。子供が今お絵描きしたり。あ、へえ、あ、なるほど。これも結構僕の中で、はい、書いてきた夢の一つだったんですけど、あの長机にして、はい、自分がここで仕事をして、はい、ここで子供が勉強してるってちょっと理想の絵だったんです。なるほど、そういうことですね。あとはなんか孤立した部屋じゃなくて、はい、ちょっとあの、うんうん、リビングスペースから近い、うん、そうですね、すぐ来れますもんね、うんうん、はい、スペースでなんか子供と自分が仕事してても家族と同じ時間を共有するっていうところを大事にしてて、なるほどってことですね、うん、あとなんか僕一点気づいたんですけど、うん、なんか書斎にだとな結構大きい本棚とか本とかもたくさんあるイメージですけど、うん、本ないなと思って、うん、はい、本はもう最近は全部ほぼ Kindle にしてます。あ、なるほど、うん、はい、で今まで読んだ紙の本もさっき言った自炊代行っていう送ったら全部スキャンしてくれるところにスキャンしてもらってっていう感じですね。なるほど、スキャンする方すごい大変ですよねきっとね。ノートも本もですもんね、うん、なるほど、すごい。でも基本はもう移動中とか、まあ、家とかでも全部電子書籍で Kindle 読んでってことですね。そうそうそう、なるほど、それですごいスッキリしてる感じですね、うん、そうなんですよ、はい、ありがとうございます。であとサーキュレーターがすごいおしゃれだなと思ったんですけど、うん、こちらのこだわりとかはありますか。これも最近買ったんですけど。あ、そうなんですね。そう、これもねやっぱりなんかサーキュレーター買うときに、はい、この空間に白と真っ黒、うんうん、真っ白と真っ黒は嫌だなと思ってなるほど、探してちょっと木目のやつがあったんで、はい、ね、すごいおしゃれ。
ね、大体見るのは白か黒とかですよね、うんうん、なんか無印良品さんとかで売ってるような、そうそうそう、はい、でやっぱ雰囲気に合うようなアイテムをなるべく選ぶようにしてっていう、うん、あ、そうですそうです、ところですね、うん、はい、これ1台あったらもう、うんうん、あのリビング、この間取りだとリビングから来た冷気、はい、こっちに来るので、はいはいはい、仕事中も全然呼び込むわけですね、うん、なるほど、ということでありがとうございます、はい、ありがとうございます。ちょっとじゃあ下の方も収納見させていただいて、はい、ありがとうございます、はい、下もこんな感じになってますね。お、なるほど、いや、すごいおしゃれな、うん、ありがとうございます、はい、おカバンがお二つポーチが一個的な感じですか。そうですそうです、あとはこの、はい、パソコンケース、へー、うん、この辺も全部革ですね。この辺も全部革です。すごいなんか一番奥のがすごい高級感があってありがとうございます。輝いてますけど、ありがとうございます。普段使われるのはどれなんですか。あ、普段使うのはこれです、はい、ただ最近はもうそれこそスマホ一個で出かけちゃったりするんで。なるほど、そう、これはビジネス用で、はい、出しま、どっち、あ、できればじゃあお願いします、はい、ちょっと見てみたいですね、うん、どんな感じか。まずこれはもう本当にビジネスの場面で使うバッグですね。すごいですね、うん、このこだわりとかはあるんですか。これはまずダレスバッグが欲しかったんですよ。ほうほうほう、ダレスバッグが欲しかったんですけど、はい、ダレスバッグってあれ別名あれなんか、うん、あのドクターバッグとか弁護士バッグみたいな、こうなんか荷物の多い弁護士とか、うん、あのお医者さんが使うようなバッグなんですよ。だからめちゃめちゃ街が大きいんですよ。へえ、ミニマリストだからそんなに物ないから、はい、はいはい、これ細町ダレスって言うんですよ。あ、そうなんですね、確かに細いですよね、うん、そうなんですよ、だからなんか持ち運んでてもそんなに邪魔にならないし、でなおかつ、まあ、この色味、色味もこの茶色が好きで、はい、うん、のバッグを1個このビジネス用として1つ持ってるっていうところですね、はい、いやめっちゃかっこいいですね。ありがとうございます。このカバンに、まあ、ノートとかペンとか、うん、まあ、書類系とか持っていくみたいな、パソコンとか、パソコンとか、うん、へえ、なるほど、そうですそうです、かっこいいですね。ちょっとじゃあ他のおカバンとかも見てもいいですか。あ、ありがとうございます。はい、またこれはカジュアルな時に使うバッグですね。これも結構物が真四角で多く入るんですよね、はい、なるほどなるほど、うん、これ何を持っていくんですか。なんかスマホとかでも全然いけそうなっていうところですけど。そう、はい、これそれこそやっぱりあのペンとか持ってったり、はいはいはい、うん、あとはメモ帳とか、そうそう、あとはこ の, あのケーブル類がポーチの中に入ってて、へえ、そう、おしゃれ、それを入れるために、そう、充電器とかですか。充電器とか、充電器とか、マウスもか、あ、はいはいはい、充電器、マウス、この辺、マウスもおしゃれですね、アップルだ、あ、アップルのやつです、とかね、あと、まあ、これとか、おー、なるほど、そうそうそう、すごい、こうやってもう1個のケースにまとめて持ち運ぶみたいな、そうそうそう、へー、特に小物類がねやっぱり、はい、あのごちゃついちゃうんで、うん、ここまでそのアイテムをこだわり始めたなんかきっかけとかはあったんですか。20代の頃からとかですか。あ、そうですね、アイテムは20代の頃からちょっとずつ揃えてて、すごいですよね。僕途中でちょっと挫折しちゃったんですけど。あ、そうなんですか。そうなんですよ、僕も結構手帳とかペンとかこだわってたんですけど、うん、そうそうそう、なかなか僕はそこまでいけなくて、いや、すごいなと思って、うん、ありがとうございます、はい、やっぱアイテムにこだわってなんかやっぱ良かったですか。そうですね、やっぱり、はい、さっきのデスク周りのところでも言ったんですけど、やっぱなんか僕の中で必要、ある意味その実用面で言ったら必要ないっていうものもあるかもしれないですけど、やっぱ自分の中でなんかこれを目にしてると落ち着いたり、なんか気持ちが上がってくるっていうところで、やっぱお気に入りのものは、うん、なんか持っておくと、あの、すごく気持ち的にいいかなと思って、ってことですね、うん、それこそ昔は例えばノートとかペンとか、まあ、多かったりとか、うん、まあ、それこそ、まあ、今ではすごいおしゃれですけど、例えばちょっと、まあ、100均のとかを使ってて、そうそうそう、それを減らしてったみたいな感じですか。そうですね、ペンとかそうですよね、なんかなんとなく持っちゃってるけど、蛍光ペンとかもなんとなく持っちゃってるけど、なんか実は色あんまりいらないかなって思って減らしていって、最終的に1本になったんですけど、今まであんまり困ったことないですね。いいですね、うん、じゃあ本当に勉強もしっかり、なんかメモとかもやっぱテンション上げて気分も上げて書くっていうところで、そうです、へえ、うん、いいですね、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、そしたらじゃあちょっと奥様スペースというか、うん、はい、お子さんの絵本とかもあるんですかね。あ、そうですね、この辺絵本があったり、あとは妻の、はい、カバン、うん、カバン類をこういう感じで、なんかいろいろこれも買うときにいろいろ迷ったんですけど、はい、なんかこういう、なんだろう、ショーケースになってるなんか棚みたいな方が、まず、まあ、バッグとかもなんかあんま使わなくてもちょっと自分いろいろ、まあ、見ら、なんていうか、そうですね、うん、なんかちょっとお店でなんか陳列家のようにね、うん、ちょっと見て楽しめるような感じで、そうそうそう、インテリアみたいな感じで、なるほど、うん、面白いですね、なんかそのシーサーとか、うん、あ、この辺はね、あの、はい、お土産、そうそう、なんか旅行のお土産って感じです。いいですね、うん、そんな増えすぎてもないですし、そうそうそう、はい、お子さんの絵本もあってっていう感じで、うん、はい、
ということで、じゃあまた別の場所にちょっと行きたいと思います、はい、キッチンの方とかでもいいですか？あ、大丈夫ですよ、はい、ちなみにこちらのキッチンはもう奥さんが結構使われる感じですか？そうですね、僕料理ほぼできないんで。あ、そうなんですね我が家と一緒でございます、はい、もう基本はもうキッチン上には何も置かず、もう最低限ですね。そうですね、水回りとかやっぱ油飛び散るんで、うん、できれば何も置かないようにして。なるほど、うん、それこそこの辺はご家族でお話しされたこととかあるんですか？キッチン周りなんか減らした方がいいものとか、片付けとか。そうですね、結構その割とガサツなんですよ、はい、あ、そうなんですね。だからこれはいらないんじゃない、これはいらないんじゃないって言いながら、はいはい、まあ、まあちょっとずつ減らす、うん、へえってことですね、はい、ちなみになんかお気に入りのアイテムとか、これ買ってよかったアイテムとかとかあったりとかしますか？まずは家電かな、はい、この家電はこれ全部揃えてるんですよね。この同じバルミューダっていうので、あ、はいはいはい、白色で揃えて、すごい可愛らしいあれですね、うん、デザインというかシンプルで、うん、なるほど。あ、上もそうですね。そう、上もそうなんですよ。なるほど、うん、すごいいいですね。でここもやっぱりいろんな見た目があるよりも、はい、なんか揃ってるだけでなんかやっぱ気分が落ち着くというか。そうですね、うん、なるほどなるほどってことですね、うん、はい、じゃあちょっと収納とかって見てもいいんですか？あ、見てもいいです。あ、怒られないですか？全然見てもいいです、はい、あとはい、あ、これですね、はい、これは何が入ってるんですか？これは左側が、こっちが、はい、食器用洗剤、お、うん、でこっちがハンドソープか、詰め替えでってことですか？そう、詰め替えで。おしゃれですね、うん、これもやっぱり、はい、こっちと同じでなんかデザインを統一してる方が、まあ、気持ちの問題ですよね。なるほどなるほど、うん、シルバーっていうのがまたいいですよね。なんか清潔感というかおしゃれというか、そうそう、こことの一体感っていうか、ね、あ、なるほどなるほど、うん、そういうことですね、うん、はい、もうほんと広々ですもんね。そうなんです、家事がしやすそうな。そう、僕はしないですけど、はい、はい、奥さんがねすごい家事しやすくなってってことで。でもほんといいですよね、なんかご家族の様子、ワンちゃんのね様子とか見ながら、そうそう、うん、お料理とか家事できるっていう。そうなんですよ、はい、ありがとうございます、はい、ちょっとじゃあババパッとちょっと収納も見させていただけたら。うん、収納、あ、収納はね、でも、はい、むちゃくちゃ少ないっていう感じじゃなくて、割と物は普通にはあるかなっていう、ストックとかも、ここはあれですね、なんか調味料だったりお米とか、うん、飲み物系が入ってるっていう感じですね。そうです、そうです。米びつがまた可愛いですねありがとうございますはい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと 上の方にもあるんですか？上、これはもう包丁用と、あ、なるほど、うん、はいはいはい、あとはこの辺は、まあ、カトラリー系ですね、お箸、うん、まあ、これ本当ご家族分のっていう感じで。そうです、そうです、ありがとうございます。これあれですね、お子さんがいたずらしないように、そう、お、この辺はラップとかキッチンタオルとか。そうです、なるほど、はい、では続いてこの下はこんな感じですね。お、ここ調味料ですね、うん、調味料、お、はい、ありがとうございます、はい。で、じゃあその奥ですかね。奥の大きいのは、はい、これがフライパンとかか。おー、なるほど、うん、ボールとか。立てて収納して分かりやすくっていうところですね。あ、そうです、そうです、はい、ありがとうございます、はい、で、その反対側とかにもあるんですか？反対側、こちら辺はもうお皿とかですね。お皿なんですね、うん、お皿も少なめですね。そうですね、この辺は減らしたりとかはされたんですか、昔に比べて、うん、結構減らしてますね。特に引っ越ししてくる時くらいに減らしたのかな。なるほど、うん、この辺も少なくていいっていうところですか。そうそう、お、まあ、あとはここら辺に調理器具、炊飯器とか、うん、炊飯器は、ね、うん、毎日使わないから。あ、なるほどなるほど、はい、ありがとうございます、うん、あとなんか見てほしいところとか見た方、あ、はい、あ、まあ、ここもあれか、ここも食器 と、フライパンとかが入って、へえ、すごい、なんか収納が広々ですね、うん、あ、そうなんですよ余白があるっていう、余白へえ、ここも食器か、おお、うん、へえ、あ、すごいおしゃれなワイングラスですか、うん、あんまり飲まないです。あんま飲まないです最近は、来客用とかも含めてってことですか？あ、そう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 、うーん、なるほど、家をワイン置いとくと、はい、常に飲んでるから、あなるほど、逆にね、置かない、あと、うちゴミ箱が1個しかなくて、へえ、うん、すごい面白いやり方ですね、これ。そう、もうあんま10リッター、これな、ニトリのなんか20リッターのやつ買って、10リッター2つ、この燃えるゴミとプラスチックゴミで、はいはいはい、うん、もうこれだけで収まるってすごいですよね。うん、これだけでもう収まっちゃいます、うん、でも見せないようにってことですね。そうです、そうです、はい、ありがとうございます。 あと奥の方ですね、これ見せとかないとね、はい、なんかここだけむちゃくちゃ散らかったりしたらね、はい、ちょっと違うじゃないかって、ね、はい、ありがとうございます。でもここもまあまあそれなりに、お、タッパーとか、うん、タッパーとか調理グッズとか、うん、あとビスっていうんですかね、うん、あ、これね、みちょってなんか今の時期いいんですけど、炭酸とかお水とかに混ぜて、そう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 、なるほどなるほど、
いやでも本当収納全体的にあれですね、なんかもう7割収納以下ぐらいで結構すっきりしてる。そうそうそう、パンパンじゃないっていう、そう心がけてます。へえ、はい、それこそ昔例えば、まあ、同棲してる、まあ、かは分かんないですけど、うん、なんか昔のお部屋、ここに引っ越す前のお部屋とかはキッチン周りとかはどうだったんですか？うん、キッチンはそれこそ割とやっぱり物が出てたり、はい、やっぱりキッチン周りって、はいはい、これ必要なのっていうものがあったりしがちじゃないですか、うんうん、はいはい、そこら辺のちょっと感度が低かったですね。そこら辺は、まあ、お二人でお話し合いしてみたいな、うん、でちょっとずつ減らして、そうそう、収納はどなたのアイディアとか、まあ、奥様の自己流ですか？ね、収納はどちらかというと僕担当みたいな感じ。あ、そうなんですね、ここがいいんじゃないかみたいな、うん、そうそうそう、あ、でも食器はそうか、食器は妻かな、はいはい、あ、へえ、うん、なんかそれで例えばじゃあご主人さんがなんか収納するときに心がけたこととか、なんかアイディアとかあったりとかしますか？やっぱりね、さっきおっしゃってた7割収納っていうのは心がけ、はい、パンパンだと、はい、あの普段そう出し入れするじゃないですか、はい、その時にやっぱりちょっとストレスかかるじゃないですか。確かに確かに、ね、出し入れが、そう、だから7割収納にしておくとやっぱりゆとりが、場所にも心にもゆとりが取れるかなと思って。なるほど、と、うん、いうことですね。もう本当にキッチンすっきりしても奥様の笑顔がすごい増えそうな、そう、美味しい料理も食べて、そう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 、やっぱり ね、はい、いいですね、僕もそれ思ってて、やっぱりキッチンがね、綺麗、になってると、ね、そうですよね、料理へのモチベーションが、確かに僕料理しないから分かんないですけど、はい、上がりそうですもんね、まあ、きっとそうでしょうというところで。はい、ありがとうございます。ではでは、じゃあまたちょっと別の場所に行かせていただいて、はい、次水回りですかね、はい、こちらのなんかこだわりポイントとかはあったりとかはしますか？ここもやっぱキッチンと一緒で、はい、水が飛ぶところはあんまりその物を置かないっていうのと、うん、あとは、はい、あ、こっちもディスペンサー類も、はい、これも、あ、あの、すごい、うん、統一させてっていう感じですかね。高級感ありますよね、一個一個が。 ありがとうございます。すごい、そこら辺やっぱこだわったんですか？ここもなんか、これはなんか妻が見つけてきてくれたんですけど、僕なんかあのこだわる割に物詳しくないんですよ。あ、そうなんですか？メーカーとかに。はいはい、でも僕も同じく。同じですか？はい、メーカー全然わかんないっていう。メーカー全然詳しくなくて、はい、だからなんかこう揃えるのいいのないって、なんかこれなんかメリットとかダブとかたくさんあるとなんか、あ、だからなんかいいのないって言ったらなんか探してきてくれて。いいですね、うん、なるほど。これはあれですか、ご家族兼用、それとも上と下で分かれてるんですか？ あのね、家族基本兼用なんですよ。使うシャンプーもコンディショナーは僕使わないんですけど、シャンプー、ボディーソープ兼用で、あとはまあメイク落としがあるけど。なるほど、でも奥さんも少ないですよね、うん、そうですね、この辺が、うん、なるほど、すごい。お風呂場もすごいシンプルで、掃除もしやすそうな感じで。はい、でこれ乾燥機付きですか？あ、そうです。お、なるほど、この辺は時短でってことですか？そうです、時短と、うん、時短ですね、うんうんうん、できればあのキューブルに変えたいんですけど。あ、そうなんですね、それは何か理由あるんですか？あのキューブル、あ、キューブル使ってます、ね、キューブルです、ね、やっぱあの、はい、真四角でかっこいいじゃないですか。あ、なるほど、そういうことですね。なんですけどこれまだ来たばっかりってこともないけど、はい、まだ 2,3 年しか使ってないから。なるほど、まだ使えそうですけど、ね、なるほど。個人的にはやっぱその丸みを帯びたよりは真四角の、へえ、他の、はい、ミニマリストさんの家とかも、ね、やっぱキューブル綺麗じゃないですか。確かに、はい、はい、っていうので、じゃあここはじゃあ入れ替えるかもしれないっていう、はい、ところですね、はい、はい、そしたらじゃあ今度洗面台もちょっと見ていきたくて、うん、はい、中の方とかも見させていただいてもよろしいですか？大丈夫ですよ。鏡の中とか、鏡の中もこんな感じかな、はい、でも本当この辺も結構ね、ぎゅうぎゅうに詰め込まれてるご家庭もありますけど、うん、シンプルで。そうですね、この辺は奥様スペースですか？ほぼ妻ですね。うん、僕使うとしたらこの化粧水、化粧水かな、あとワックスかな。へー、だいぶ少ないですね。そうですね。なるほど、これ両脇とかにも入ってるんですか？うん、鏡の両脇も入ってます。両脇、ここ、これもほぼ妻か。へー、上は妻の、あ、ごめんなさい、上は妻の化粧、はいはいはい、いや化粧品関係で、まあ、うんうん、下は歯ブラシとか歯磨き粉ってことですね、うん、はい、左の鏡には何が入ってますか？左はドライヤーと子どもの保湿関係かな。はい、おお、なるほど、はい、だいぶ収納を持て余してますね、はい、すごいですね。この辺は減らしたりとかはしたんですか？やっぱ昔に比べて。そうですね、ここを引っ越してくるにあたってやっぱ減らして、はい、で引っ越してきてからもなんかどれがなんかどれとどれは同じだから一個にできるよねみたいな感じで、うん、じゃあもう徐々に減らしてったんですね。そうそうそう、なるほど、うん、ちなみに下とかももし差し支えない範囲で、下もまあ、うん、
はい、なんかこれ妻が使うのかな、あ、はいはい、あの髪巻くやつだ、うん、うちの奥さんと同じだ、はい、これはなんか薬なんか使うのかな、僕ちょっとここノータッチなんですけど、はいはいはい、ここは、はい、あ、この辺もこれ洗剤と柔軟剤のやつと、お子さん用のですかね、あ、そうですそうです、で妻のあれか、はい、なんか化粧品、ヘアセットとか、ありがとうございます、あとは、はい、ストック関係をこっちに入れてる、うん、ちょっと多いですけど、へえ、うん、サランラップとか、なんか絆創膏とか、そう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 、日用品のストックがあるっていう感じですね、そうです、日用品のストックですね、なるほど、いや、ありがとうございます、こちらこそありがとうございます、はい、続いてじゃあお手洗いの方もちょっと見させていただけたらと思うんですけどね、はい、こだわりポイントとかありますか、そうですね、基本的にはあんまり物を置かないって感じで、まあ置いてるとしたらその、トイレットペーパー、お店みたいですね、ありがとうございます、これたまたまいい個数になったからこれになってるんですけど、はい、なるほど、ちょうどいい個数に、うん、そう、へえ、あとはシール、このなんか警告のシールとか貼ってあるじゃないですか、はいはいはい、こういうシールもここに限らず全部剥がしちゃってるんですね、すごいですね、徹底してますよね、それはなんでなんですか、なんか高級ホテルとか行くと、はい、そういうなんか目障りなものないじゃないですか、確かに確かに、なんか長くいる空間をちょっとできる限り高級ホテルに近づけたいな、はい、そうすると潜在意識ね、確かに、言われてみたら高級ホテルとかやっぱすごい高級感のある空間ってやっぱそういうシールとかなんか無駄なものがどんどん削ぎ落とされてみたいな感じですもんね、いやちょっとトイレの裏のシール外してるのはちょっと初めて言いましたけど、そこまでこだわってっていう、そうなんですよ、ことですね、ありがとうございます、はいはい、じゃあ続いて玄関の方もちょっと見させていただけたらと思うんですが、玄関のこだわりとかはあったりとかはしますか、はい、玄関のこだわりが結構いくつかあって、はい、まずこれあの段差低くて結構、はい、子供とか犬出ちゃうんですよ、なのでここは最近は1週間に 1,2 回くらい、はいはいはい、拭き掃除をするんですよ、そうするともうそんなにたくさん来客あるわけじゃないんでまあ裸足で出ても全然いいくらいに保つことできるんで、すごい大理石調ですね、そうなんですよ、ほー、うん、なるほど、これもともとってことですもんね、あ、そうですそうです、 DIY とかではなく、うん、これもともとなんですよ、すごい素敵ですね、うん、はい、で、絵はどなたのチョイスなんですか、あ、これ僕のチョイスですね、はい、そんな高いもんじゃないですけど、まあ、なんか、まあ、玄関そんな広くないんで、うん、なんかただその殺風景にするよりは何か欲しいなと思った時に、まあ、絵だったら場所取らないし、あと多分風水的にもいいですよね、僕風水そんなにね、僕もちょっと詳しくないです、詳しくないです、あ、そうなんです、でも本当素敵ですね、そう、帰ってきた時にやっぱり、うん、このやっぱり少し何かワンポイントあると、うん、やっぱり早く帰ってきたくなるかなと、なるほどなるほどってことですね、はい、ちょっとじゃあシューズボックスも見させてもらってもいいですか、はい、シューズボックスは、はい、こっちが、まあ、妻のスペースかな、なるほど、うん、はい、この靴少なめですよね、そうですね、妻ももともと靴めちゃめちゃ多かったんですけど、はい、あ、はいはいはい、うん、結構減らしてくれて、そう、女性の美しさはやっぱり、うん、はい、靴の多さじゃないってこと気づいてくれたと思います、なるほど、はい、素敵はい、ということです、お子さんの靴もちょっとあるってことですね、子供1個だけですね、へえ、うん、子供特にサイズがすぐ大きくなるじゃないですか、そうですよね、はい、だからまあ1個使い潰してでそれで次また買うっていう、なるほど、へえってことですね、うん、もうローテーションしていくみたいな、そうですそうですということですね、ありがとうございます、うん、ちょっとじゃあお隣とかも見てもいいですか、こっちは主に僕のスペースになるんですよね、はい、なるほど、これまた靴もかっこいいですね、うん、ありがとうございます、傘もかっこいいですね、傘もありがとうございます、すごいですね、靴もじゃあこだわって買われたっていう、もう本当になんか TPO に合わせて、まあ、例えばこの黒靴だけは、はい、まあ、絶対に必要なんですよね、お葬式も含めて、うん、だからこの黒靴は一つ置いとかなきゃいけないと、で、うん、黒靴履くほどではないなっていう、まあ、セミカジュアル的な時にですね、これを履いて、あとは半ズボンの時はこれが必要だし、まあ、あとはまあサンダルと、でこの中は靴磨きセットが入ってる、なるほど、うん、靴磨きセットまでちゃんと収納するんですね、そうですそうです、すごい行き届いてますね、ありがとうございます、でも靴は基本もやっぱ茶色がお好きだからっていう、あ、そうですね、うん、ことですね、ちなみに折りたたみ傘もあるし、あ、そうです、下の立派な傘もあるって感じなんですね、うん、折りたたみ傘あんま使わないんですけど、もう傘もやっぱりなんか、はい、できる限り一本を大事にしたいっていう、こだわりがあって、なんかいろいろそのたくさん傘増えやすいじゃないですか、うん、そうですね、そう、でもそこにもちょっと意識使いたくて、うん、昔それこそビニール傘使ってた時もあるんですか、あ、もちろんあります、もちろんあります、あ、そうなんですね、なんかね、はい、なんかビニール傘を、はい、いつ頃から変わったんですか、その傘は1本大事にしようみたいな、いつかな、はい、
あでも30代ですね。30代、うん、はい、なんか変わるきっかけとかはあったんですか？なんかあったかな、はい、やっぱりなんかいろんなものを大事にしていくにつれて、傘も大事だろうと。あとはなんか雨の日って憂鬱じゃないですか、はい、でもなんかお気に入りの傘一本持っとくと、うん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 、その憂鬱な雨の日がちょっと楽しみな日になるんですか？なるほど、へえ、それ一個メリットですね。傘にこだわるみたいな、なんかそういうなんか一個ちょっと憂鬱な出来事にも、自分のコントロールできない憂鬱な出来事にも、うんうん、なんかそこを一個テンション上げるなんか材料を、うんうん、でなんか時にそう傘が、へーっていうことですね、うん、はい、いやすごい、なんかもう本当ご自身のアイテム一個一個がもうこだわってらっしゃるからすごいなと思って、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ最後、寝室とクローゼットの方も見させていただけたらと思うんですけど、はい、このお部屋のこだわりポイントとかお気に入りアイテムとかはあったりとかはしますか？まずはもう寝室は寝室に徹するっていうところで、余計なものを置かないみたいな。そう、ベッドも広めのものをもう1個置いちゃって、もう他に机とか置けないようにしちゃって。なるほど、うん、へえ、でも本当ホテルライクな感じですよね、うん、もうそこに特化したというか。そうなんですよね、ありがとうございます。で、あそこにあるのはコンセントとかですか？うん、これも植物で隠してます。あ、なるほど、うん、これもあれですね、ちょっとこれも偽物ですすごい、でも素敵ですね、うん、はい、ちなみにベッドフレームとか寝具自体にこだわりとかはあったりとかはするんですか？これもあります。大きいベッド、もともとこれ置いてあったのがダブルベッドかなんかでちっちゃかったんですよ、はいはい、でそれをやっぱりもう睡眠で大事じゃないですか。うん、確かに人生の3分の1じゃないですか。そうですね。でやっぱり犬合わせて4人で寝てるんですけど、ダブルベッドだと寝心地が悪いんですよ、落ちる可能性があって。あ、なるほど、うん、はいはい、だから一番大きなキングベッドにして、でなおかつこの狭い部屋にキングベッドを置くと、うん、やっぱ圧迫感感じるんですよ、うん、なのでこう低いベッドにしてるんですよ、うん、だいぶ。あ、なるほど、うん、でちょっと空間を広く見せてみたいな。そうそうそう、へ、空間広く見せて、なおかつ子供がちっちゃいんで落ちても安全なんですよ、うん、確かに確かに、うん、へ、だから結構ベッドを広くして、でなおかつ、はい、低いベッドにするっていうのは僕なんかすごくおすすめです。ポイントってことですね、うん、なんかすごい肌触りが良さそうですけど。 ありがとうございます、はい、ありがとうございますね、それちょっと、そう、へえ、あ、でこれなんか、はい、中に何だろう、ラミネートされてるシーツなんで。あ、はいはいはい、おねしょしても大丈夫、子供が。なるほど、うん、安心ですね、ちっちゃいお子さんお持ちの方とかも。そうなんですよ。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、っていう感じで、あと照明ですか？そう、あと照明は、はい、それこそこのシーリングファンにすることによって、うんうんうん、寝室って難しいじゃないですか、温度調整、はい、エアコンつけっぱなしにして寝てるとちょっと風邪ひきそうだし、うん、はいはいはい、これがあるともうほとんどこの時期はたまにエアコンつけるけど、うん、エアコンついてなかったとしても結構涼しく寝られるんですよね。なんか若干風が送られてみたいな、そうそう、対流も生まれて。そうなんですよ、いいですね、なんかいい感じに風が来ますもんね、うん、そうなんですよ。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ最後クローゼットですかね。はい、クローゼット、はい、この辺もすごいこだわりということで。そうですね、手前が奥様の。そうです、これ妻の洋服、これもだいぶ減りましたね。これはあれですか、今のシーズンっていう感じですか？あ、もう全部オールシーズン。オールシーズンですね。少ないですね、うん、これ何着、10着ちょっと。そうですよね、きっと。アウターだけだったら10着ちょっとかな。なんか先ほどもちょっとお会いしました、すごいお綺麗ですよね、そのファッションもすごいなんか洗練されてじゃないですか。すごいシンプルで。ありがとうございます、はい、でだいぶじゃあ洋服も減らされてみたいな。そうです、そうです。なるほど、うん、結構大変でしたか、お洋服の片付けとかは。でも減らすときは大変よりも気持ちいいですね、はい、あ、そうなんですね。もうもう一つに洋服まとめて、もういるいらないを瞬時に選択するんですよ。なるほど、はいはいはい、本当に何袋になったかな、45リッター本当に何袋になったかなっていうくらい出ましたね。じゃ結構手放されたんですね、うん、僕も含めてね。それはなんかどういうなんか目的じゃないですか、目標を持ってなんかどうしようみたいな感じで洋服減らされたんですか？ですね、はい、もともとこの家を買う前に、はい、まあ、社宅に住んでたんですよね、はい、で今犬飼ってるんですけど、うん、その社宅ペット服だったのに犬飼っちゃって。なるほど。で家引っ越すってなった時に、はいはい、いろいろ家見てたんですよ、賃貸の、はい、そしたら収納あんまりなくて、靴とか洋服とかの、はいはいはい、でそれで収納全然ないねっていうところで、うん、もう引っ越し考えなきゃいけなかったからたくさん捨てて、うん、で最終的にこの家買ったんで、うん、収納はそんなに困らなかったんですけど。なるほど、そういうことですね。ちょっと必要に迫られ られて。確かに、でも我が家も本当収納が少なくて物減らしたんで、やっぱそういうのは少なからずありそうですね。そうそうそう、はい、ということで。それこそなんかこっちの方はスーツとか。あ、これもう僕のものですね、全部しかないですよね、うん、はい、もう
これもなんか、靴と一緒で、はいはい、あの時と場所に合わせて1個しかないって感じ。これがコートで、まあ、めちゃくちゃ少なくないですか。あ、少ないです。もう僕のものはこれもコートと、あとはまあ礼服、もう葬式の時はもう礼服必要じゃないですか、はいはい、あとはスーツももう1着だけ。うーん、でこれはまあジャケット、はい、あのブレザーですかね、うんうんうん、あとはまあ、ダウンと、まだまああのトレーニングとかの時に着るような簡単なやつと、はい、もうネクタイもあの2種類しかなくて絞ったわけですね。そう、絞ったもネクタイはもう本当にたくさん持ってたんですけど、はいはい、もうとりあえずお葬式の時に必要な黒のネクタイと、はい、あとはもうこれはもうどこでももうこれにしてます。うん、なるほど。へえ、ってことですね。ちなみに洋服減らして良かったこととかはあったりとかはしますか。洋服減らして良かったことはたくさんありますね。やっぱり場所も取らないし、はい、あとは日々の洗濯、うんうんうん、やっぱりさあ出かけようってなった時にどの洋服着ていこうっていうのが意外とストレスかかるんですよね。でももう着る洋服決まってるから、あのそこの選択肢がないんで、そこのストレスとかあの、まあ、考える手間とかが省けるのが一番やっぱり良かったですね。ってことですね、うん、奥さんも変わりましたか。奥さんも多分変わってると思いますお洋服の好みとかは変わったんですかね、お二人は昔と。ね、僕はもともと派手でもなかったんですけど、やっぱりなんかシンプルなものを着る。なシンプルなものだといっぱい使い着回せるじゃないですか。確かに確かに。例えばジャケット一着持つって言った時にもう赤色だとカズレーザーになるし、黄色だとねあのアンディ坂になっちゃうし、はい、なんかやっぱりなんかそういう部分であの着回しができるようなのってなった時にやっぱ白か紺か黒かっていうところが。なるほど、うん、ということですね。そう、はい、ありがとうございます。じゃあ反対側にあるのはどういったものになるんですか。細かいあのものですね。あとはもうこの、はい、僕のコーナーは、はい、これで僕の全部なんですよ。少ないですね、うん、靴下とか今着てるものと、はい、靴下はもう1個しかない。え、1個で足り、あ、でも乾燥、この1個と、はい、この1個とあとはビジネスの時に使う、ハイソックスが1個。なるほど、もう男性はこれで十分かもしれないっていう、うん、思ってますことですね。あとはもう冬用のインナーと、はい、なんだセーターか、うーん、とあとは水着が1個とハンカチも1個かな。へえ。で奥にある香水とかですか。あ、そうですね、これ香水というかこの中なんかルームフレグランス。そう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 。へえ、なるほど。でシュッシュしてみたいな。そうです。なるほど、ってことですね。他のやっぱタオルとか、まあ、肌着系とか、そうそうそう、奥様のものとかっていう感じですかね。見せちゃうと子供のコーナーで、はい、妻はまだ割とあるかな。へえ、いやでもだいぶ少ないですね。で、まあ、綺麗に畳んで、そうそう、ここに置いとけば、これはもう嵐の T シャツ、これは僕いらないんじゃないかなって思って言ってるんですけど、はい、まあ、奥さんにとってはまあ好きなねファングッズ的な。そうそうそう、こんな感じかな。なるほど、ね、あ、化粧品とかも。お、あ、でも少ないですね、アクセサリーも。そうそうそう、はい、ありがとうございます、はい、ということで、ルームツアーは以上になりますが、最後視聴者さんにお伝えしたいことはございますか。はい、ありがとうございます。まあ、今日あの我が家全体見ていただいたんですけれども、まあ、何か一つでも、まあ、見ていただいている皆さんにとって何か伝わったり何かご参考にしていただける点があればいいなと思ってます。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。また別途動画で青木さんがなぜミニマリスト生活目指すようになったのかとか、はい、あとご家族で一緒にね片付けた方法とか手放してよかったものとか、はい、いろいろ聞いていきたいと思いますので、また後日アップされますのでそちらもご覧いただけたらと思います。ということで本日は青木さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。